を行っている柔道のチェコ代表が地元の小学校を訪問し、リオデジャネイロオリンピックの金メダリストらが児童との交流を楽しみました。柔道のチェコ代表は今月24日から中国で開催される世界大会に向けて別府市内で合宿を行っています。今日はリオデジャネイロオリンピック100キロ級金メダリストのクルパレク・ルカシュ選手をはじめ、選手やコーチら9人が南立石小学校を訪問し、5年生の児童67人と交流しました。児童はチェコの歴史や文化について学んだ後、綱引きに挑戦。選手たちのパワーを肌で感じていました。強くてなんかこけそうになりました。みんなでやったら勝てたから良かったです。Určitě, když budu cítit tu podporu od dětí, tak to bude pro mě jako kdybych startoval doma, a to si myslím, že je u těch závodů důležitý. 学校は子どもたちにこのような体験を通じて海外のさまざまな国に興味を持ってもらいたいと話しています。